やめたく、何それ、ピクニック流行性シティドリンク。え、何かあったの。断密デュデュン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 。いやいやいや、いや、あなたマジでクビになりますよ。え、なんで。だってダイエット中でしょ。社長曰くね、まあ、BMW25 になるまで出ちゃダメだみたいな。はみたいな。いいじゃん、今日10キロ走るから大丈夫だよ。大丈夫だよ、ちゃんと走るから。それ何買ったんすか。え、 UFO の爆盛り。もうお湯入れちゃったからさ、事務所で見せてあげるよ。他にもほら、おやつも買ってやるから。買いすぎっすね。10キロ走るからいいんだよ、大丈夫大丈夫。車でだけどな。バックモリちょっと動画撮っちゃダメだよ、これ社長にバレたら俺クビになっちゃうから。社長ぶち切れる、これなくてバレたら。いや、食べなきゃいいじゃないですか。いやいやいや、食うでしょ。それ何買ったか見せてもらっていいですか。え、これ UFO の爆盛りでしょ。はい、焼きそばパン。焼きそばに焼きそば。うん、なんか変な。いや、だいぶいっちゃってると思いますけど。え、なんでなんでなんで、意味わかんない。じゃあさ、例えばツナおにぎりと明太子おにぎりとか食べない。それ食べますよ。同じだよね。え、いや、よくわかんないけど。あとこれデザートだな、チョコがけワッフル、ミニストップ特製台湾蜜芋バターどら焼き。あなたダイエット中ですよね。ここ見て、クランキーがガムになった。これレアっすね。これレアいでしょ。あとこれ栄養補給でデカビタ C。 デカビタ C。 飲み物もカロリー取っていこうっていうね。カロリーまあビタミン C だよね。健康に俺気をつけてるからさ。大丈夫ですか、こんな頼んじゃって。大丈夫だよ、こんなアイスが乗ってるから、これゼロカロリーだよ。お疲れちゃん。え、ちょ待てよ。ジーン。あれ、何でもない、あ、断密じゃん。これ対密あげるから後で見せて。終わった。断密か、天白、お前も好きだな。うめーい。待ってくれ、それ俺だ。うめーい。あっき、ほんとこれちょうどいい量だから食べないとダメだよ。うわー、ちゃんけに見せてやりてえわ。うん、おい、これが中年の真の姿だよ。はい、次、焼きそばパンこぼれちゃいました。これ皆さんミニストップで売ってますからね、めちゃくちゃうまいっすよこれ、マジで。おっと、やべえ、こぼれちゃう。実際ここにね、まずはお箸で半分ぐらい食べてくださいって書いてあるからね、これね。うん、お、ねえ、言うこと全然違うわ、別腹だわこれは。これうん、まうい。リーさ、ちゃんけってあれ本当に全部食ってんの。知らねえ。結構俺もこの量で満腹だよ。あとデザートぐらいしか食えねえわ。食いすぎだよ。そうかな。ケムタク、ちょっとデザートを返して皆さんに紹介するから、皆さんご覧ください、台湾蜜芋バターどら焼きです。ミニストップ行ったら絶対買ってください、めちゃめちゃうまいですからね。ケムタクにあげないと怒られちゃうからな、ちゃんと分けて。はい、ケムタク、いただきます。うん、
サイズ感おかしいだろ。きっちり半分に割ったんだけど。どこが？え？いや、同じじゃん。これ、同じだよね。こっちから見れば。ちょ、待てよ。え？もう見せねえぞ。じゃあ、いいよ。汚ねえだろ、それ。お前の唾がついてる。うわぁ。関節キスダメなの？お前だろ。D、あげるよ。おい、汚ねえが近づけんな。ひどーい。でもさ、ちゃんけって本当に全部食べてんの？いや、だから知らねえよ。あれ絶対嘘だよ。あんな食べれるわけねえもん。塩気が効いててうめえ。なんだこれ。あ、バターが入ってんだこれ。いつも食ってんじゃねえろかよ。ねえろかよ。でも D さ、ちゃんけってここまでなんだよな。ごっくんがないんだよ。知ってた？知らねえよ。とかピンってくる。これ最後のデザートこちら、ミニストップ特製チョコがけワッフルね。これみなみちゃんよりも情報早いんじゃない？これ出したらバズるでしょ D。 これバズるわけねえだろ。え、本当？これね、チョコがけワッフルだから。これいただきます。うん、45秒で食べれちゃうって感じかな。いや、うん、チョコがけワッフルうまい。あとこれほら、クランキーがガムになったっていうね。これ面白いでしょ。面白いですね。チョコなのガムなのっていうね。ああ、今日私はお昼ご飯を食べたとこなので、これを噛みながらね帰りたいと思います。いやいや、ちょ、帰んの？うん、帰るよ。だって、いや、あなたさっき来ましたよね。いや、今日たまたまやる仕事ないんだが、仕事がないんだったら帰った方がいいでしょ。仕事がないのが問題だと思いますけどね。まあまあ、それは置いといてね。だってね、仕事がないのに会社にいたら電気代もかかってるし、コスト意識持ってますか？僕がね、取材だからケーキで買ってしまう。コストはカットしていかないとダメですからね。やることがないなら帰る。これがサラリーマンの鉄則ですよ。でも D、 マジでこの動画は使っちゃダメだよ。クビになっちゃうから。クビにね。ずっと煙たく撮ってるだけですよ。あ、そういうこと。それならいいよ。デューン。